皆さんおはようございます。 JMRC 東北モティーズ杯ロードスターカップ第3戦、本日も私愛がお送りいたします。ただいま車検が行われております。あちら V3 を狙う川崎選手のマシンです。初参戦の車もありまして9台がエントリーしてくれています。皆さん頑張ってくださいね。イケメンですいけないメンズです。イケメンです、はい、意気込みをお願いします。あ、まあ、無事帰れたらいいです。はい、それぐらいです。ありがとうございます、はい、頑張ってください。あ、一瞬見えた。Dナンバー18番、はい、ランマンさん、意気込みをお願いします。はい、18番ランマンです。スゴは1戦目、参加させていただきました。1戦目は NC のチャレンジクラス自分一人しかいなかったのであの、あんまり競う人がちょっと NB の人が遊んでくれただけで、あのみんな先行っちゃったんですけど、今回はあの6台いますんで、あの楽しく遊べると思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。エントリーナンバー0番川崎選手、はい、V3 に向けて意気込みを。仮面ライダーですか。そうだね。まあちょっと濡れてるんで、あのまあどうなんすかね。本当はタイム更新したいですけど、まあとりあえず軽く予選は、はい、はい、走ります。わかりました。期待してます。はいはい、エントリーナンバー27番和光選手、意気込みを聞かせてください。はい、今日は雨が降って路面が濡れてます。タイヤも溝がないんで、明日に向けて今日は何事もなく無事完走できるように頑張ります。エントリーナンバー64番、本日初参戦の森山さん、意気込みをお願いします。はい、まあ、普段パーティーレースにも出ているんですが、スゴにはですね、今回は2回目のそこで雨も初めてなんで、まあ上位は狙いますけど、無事帰ること。清水選手です。本日初参戦、はい、はい、意気込みをお願いします。ちょっとあの路面のコンディションが悪いんで、まあ帰れる程度に安全に走っていきたいと思います。わかりました。はい、田橋選手、本日初参戦ですが、意気込みをお願いします。他に迷惑かけないように。初めてですか。10年前ぐらいにちょっと一度だけ走ったことあるんですけど、ちょっと急遽決まって。エントリーナンバー71番の戸坂選手、本日初参戦ということで、はい、意気込みをお願いします。はい、あの普段はつくばのパーティーレースと、富士のチャンピオンレース、そちらの方に出ています。まあ、東北の方でロードスターのレースが、スタートするということで、今回参戦させてもらいました。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。エントリーナンバー99番の北浦選手、はじめまして。はじめましてお願いします。本日初参戦ですが、はい、意気込みを。意気込みですか。はい、まあ、走ったことで、昨日予選あの非公式で2本ぐらい走ったんですけれども、まあ、雨でもうちょっとよくわからなかった部分もあるんですけど、まあ、でもやっぱり筑波より全然面白いコースだったんで、あのちゃんと乗って帰れるように楽しく過ごしたいと思います。はい。昨年度より皆さんのタイムが良くなっていると思います。まもなく予選スタートです。で、皆さん今準備しております。こちらがトップです。続いて18番ランマン選手です。頑張ってください。
33番の石井選手です。頑張ってください。29番の北村選手、頑張れ。続いて27番、和光選手、頑張っていってらっしゃい。先に川崎選手が頑張ってください。三橋選手です。頑張ってください。
難しいんですけども、さあメインストレート戻ってまいりました。川崎がファイナルラップです。そして利満は2番手、ここもねだいぶ2014 J マルシー東北ロードスターカップ第3戦、優勝はゼッケンゼロ K パワーズビズ剣王と NC 川崎俊英選手、おめでとうございます。そして第2位はゼッケン65不安いっぱいモティーズロードスター利満博文選手。そして第3位ゼッケン71黒八 ED ロードスター戸坂はじめ選手、おめでとうございます。それでははじめに選手にはトロフィーの、贈呈となります。はい、皆さん撮れました、大丈夫ですか。まあ、プロがいろいろとメイクドラマをしていただいて、まあ、楽しく走らせていただきました。この東北のロードスターレースがね、また来年以降も盛り上がってくれれば、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 V3 おめでとうございます。そうだねすごい温度感いかがでした。あれですね、まあ多分あんまり走り慣れてない人が多いのか、スゴーは、ちょっとね、ロードスターのいいところが、まあ、コーナーの進入スピードとかそういうのがちょっとゆっくりかなって、もうちょっと速く走れるんだけどなっては思いますけどね。